数年前、ニューシステムの 3D 映画の制作にあたり、ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーは新しいカメラを開発しました。このカメラで撮影された 3D ファンタジーはディズニーランド、ウォルト・ディズニー・ワールド、そしてここ東京ディズニーランドで上映され好評を得ました。そこでディズニーは再びこのカメラを使って新しい 3D 映画の制作に取り掛かったのです。監督にフランシス・コッポラ、主演がマイケル・ジャクソンと空前の顔ぶれが揃い、ディズニーのイマジニアも加わって前作をしのぐ 3D ファンタジーが生まれました。それではキャプテン・イーゴーの熱気あふれる制作現場をちょっと覗いてみましょう。 3D スペースアドベンチャーキャプテン・イーゴーはこうして作られたのです。Thank you.